まあ、言わずと知れたアドルフ・ヒトラーです。でこのアドルフ・ヒトラーが、まあ、世界のね、その第二次世界大戦を起こして、まあ、ヨーロッパにおける、ね、第二次世界大戦を、ね、起こしたというふうにされてます。表向きはしかし違います。現実に言ったらアドルフ・ヒトラーははっきり言ってば使い駒です。背後にいたのはこの人たちです。いわゆる精神科医なんです。これはあのいろいろな文章をですね、後々調べれば分かるんですが、イーゲーファルベンという会社がございます。あ、イーゲーというのはこれドイツ語でイーゲー、これを英語に直したら IG なんですね。 IG ファルベン、あのファルベンという会社があります。これはあの例えばですね、有名なバイエル薬品って今ありますが、バイエル薬品とかの元々の親会社です。はい、これらがこの精神科医たちと結託して、お金をナチスにお金を流して戦争をやらせて、そしてその莫大な利益を実は得ていたんです。戦争というのは非常に実はお金がかかるものです。で私がこの活動をやっている背後にも実はそれあのそのことがあります。なぜかね、私の祖父は満州で、旧満州でアヘンを作っておりました。はい、でそのアヘンは何かって言ったら、アヘンでもっとお金を稼ぐんですよ。で稼いだお金で鉄砲の弾買ったり、あるいは、まあ、兵隊の給料にしたりとか、まあ、そういうふうになるわけですね。そういうような形にして非常に実はこの薬物と、精神学が極めて関係が深いところにあるんですが、背後でコントロールしていたのは実は彼らです。なぜかそれが言えるかと、例えばアドルフ・ヒトラーが、例えばな、ユダヤ人の、まあ、選別、あるいはそのいわゆる、なんていうっけ、収容、強制収容所、あのゲットとか、アウシュビッツとかね、ああいったところに、やりだしたっていうのは、そもそも実はもう精神学の計画の後なんです。彼らは精神学のもうそもそもからそれを計画してました。それを誰にやらせるかだったんです。で実行の命令書にサインさせたのは実は、ヒトラーだけっていうだけであって、その背後は実は精神学でした。もともと T4 計画という計画がありまして、その計画はアドルフ・ヒトラーが、就任、そのいわゆる総統に就任する以前から、あるいはナチス党ができる以前から存在してました。それは彼らが作ってたんですね。で、まあ、彼らがいわゆる SS っていうんですけど、あのナチスの親衛隊のこと SS っていうんですが、 SS のメンバーになって、で総統、これはまあ、ドイツ国民をね、危うくするであろうユダヤ人を根絶やしするのに非常に重要なことですというようなことがあったんです。で、ただユダヤ人をね悪者にして、その悪者に見せかけるのに何の根拠もないんじゃ困るんで、彼ら作り出したんです、根拠。どんな根拠か、例えばこれ、鼻と鼻の間の距離を測るんですよ。これが一定以上、あるいは一定以下だったら、この人たちはいわゆる、生存に不適格な人である。でも本当ですよ、これちゃんと測ってるでしょ。そうです。もう一つ、これ耳のこのトップと、それから目尻のこの距離を測るんですよ。こういうのを作り出しまして、これが一定以上、あるいは一定以下の距離、あるいは角度であった場合には、その人たちは生存に不適格であると、こういうふうに作るんです。これをユダヤ人の身体的特徴に当てはめちゃうんです。そしたら多くのユダヤ人たちは、そうだから、ユダヤ人っていうのは、まあ、それの中には根血もいるでしょうから、まあね、もうユダヤ人っていうのはいわゆる生きるに値しない人たちだっていうふうに位置づけることが可能になってくる。でそれによって、ユダヤ人 の600万人のユダヤ人の殺戮と言われているような、あの痛ましいことが平然と起きてくるわけです。これを実は、真似て、日本に導入しようと、日本でも実は似たようなことがありました。例えば、まあ、私の祖父がその満州でやってたようなこともそうなんですけども、いわゆる中国人はこうだとか、あるいは朝鮮半島の人はこうだとかいうような理論をやっぱりつけて、その民族の中で優劣をつける、勝手に作っていく。で、日本でも行いました。でこの理論は実は、ヒトラーのこのドイツで終わってません。例えばその後の南アフリカのアパルトヘイト、あれも同じです。黒人と白人というだけの話であって、それを黒人というのは劣る民族だから、白人が全部コントロールしてあげるんだ、だから故に白人は偉いんだ、あるいは黒人は、まあ、いわゆるその差別されて当然だという理論に結びついています。それから、例えば最近、割と最近だと、あのミロシェビッチという、皆さん聞いたことあるかな、あのユーゴスラビアで非常に痛ましい内戦がありました。
そしてそこでイスラム教の人たちがものすごい迫害を受けました。ボスニア・ヘルツェゴビナとかね、そういったところなんですが、ボスニア戦争なんても言われましたが、このここで、例えばイスラム教の人たちっていうのはその宗教的にもおかしいということを勝手に作っちゃうんですよ。だから、それを民族浄化という名のもとにおいて、例えばレイプするんですよ、ね、強制不妊、埋めなくする逆に、それから男の人は全部抹殺すると、こういうようなことが実はそのミロシェヴィッチのことで行われておりましたが、これも全て精神医学的な発想に基づく計画であると言って、基本的にはこのドイツのこのこういったものの流れと全く一緒であると。ある日突然皆さんが不適格者、生存に不適格者ですっていうふうに、ある日突然レッテルを貼られたら皆さんどうですか？こんな恐ろしいことないですよ。でも今いろんな形の中でそれがまた正当化されようとして、実はさまざまなそういった方向に向けた動きというのが日本でも起こりつつあると、一つは対立を促せばいいんです。 A と B との対立、常に対立関係を生み出す。そこによって A には支配者、 B は非支配者、その B に属された人たちというのは基本的には排除にされると、あるいはもしかしたら生命を奪われると言っても、それに対して全く問題はないよというような理論が出てくるわけですね。こういった考え方に行くと、実は優生学と言います。優は優れた生きる学なんですね。この優生学というものを非常に巧みに使って、実はこういったことが行われてきた。でもその背後にあるのは精神科医たちの計画ですよということなんです。ぜひこの辺をね、知っておいていただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ、こんなね、どうですか皆さんね、私なんかまあ鼻の距離みたいな、かなり自信ないですね。やばいです、はい、というようなことですね。では隣に行きましょう。